釣ってみせましょう。いやでも本当なんかこう最近いろんな地方行くじゃないですか。本当ね釣れるだけで嬉しい。ちょっとねあのそういうところはすごく良くも悪くも謙虚になったかもしれない。やったぜ。やったぜ。いやよかった。宮崎です。いや宮崎最高だな。俺だいぶご機嫌だぜ。やべえな。あれ橋本くんは何しようと。大丈夫大丈夫、また後でやるって。やべえこれよく出てくるな。いやもう満足して釣り切らんす。あーあるね。あんなようリンゴ飴みたいなんで食うよね、タイね。なんと思って食いようとかやらね。絶対思ってない。よっちこよっちこ、マオ頑張って。あとはでもあと全員もう一匹ずつ釣りましょう。多分エレガンス重宝した方がいいよ、座って。っ、来た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 。これは大変でしょ。おお、いってんね。おお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 お、これタイ、いつタイ、スナッパー。さあ橋本選手のビッグファイト、どこでバラすんでしょうか。これ連呼だったらめっちゃウケるんだけど。タイ絶対。え、何もう外れたお家はいらんけんね。あっていい。痛い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 。こら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 。はいはい。オッケーオッケー、ナイスティー。これでセンちゃん安心してサイズ狙いに行けますね。いやこれ全員アンドですからね。やったじゃない真央ちゃん。ちょっとちょっとナイスナイス。よかった。いやいやナイスナイス。ありがとうございます。いやこれナイスティーだね。オッケーオッケー。あれ今日真央だけ釣らないオチかと思ったら釣ったね。さすがやっぱイケメン違うな。ナイスナイス。じゃあどうやって来たの。気づいたら来てた。オッケーオッケー。適当だな。え、来た。何、えっちゃん。なんか来てないか俺。ほらこれ来てったろ。これこれ来てんだ。なんかよっしゃ。おー、あやのもうヒット。おい、これトリプルヒットじゃねえか。おいおいおい、出されすぎだろお前。やべえな。俺今これまかない情報できたからな。今は安定の連呼だね。お、来た来た。え、お前全然負けてなくない。190です。190。 190って俺これ多分連呼だな。俺もう上がると思うんだけどな。クソ違った。あと50だった。ちっちゃくてもいいけんタイで行ってほしいな。これ4人ヒットだからね今。そう、4人ヒットで1人目マオは連呼。見えた見えた。はい、俺も連呼。引っかかってる引っかかってる。ごめん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 。よっしゃよっしゃ、でっけえなこの連呼。よっしゃ、オッケーオッケー、でっかいけど連呼。あやのあと何メートル。もう上がる。ちょっと待って待って。おナイスティーナイスティー。おやったなナイスティー。イエーイ。オッケーオッケー。おナイスティー、でっけえじゃねえか。お前ちょっと空気読んでとけよお前。さっきのちょっとお前お前俺のいい気分もう終わったやないか。ナイスー。お前おっしゃおっしゃ。夜の
い走りやったもんな。これこれいいと思う、いいと思って。オッケー。いやナイスナイスナイスティー。あーナイス。やっぱそこだった。はい、そこでした。ナイスティーだなー。いい。70近いな、62、3かな。やったなー。200。200です。200な。オレンジで変えたら。そうやな。オレンジでも朝からずっと使ってるもんな。はい。じゃあチャートも聞くんかもしらんな、こっち。チャート釣れます？釣れます。やっぱね。オッケーオッケー、ナイス。ありがとうございます。よっしゃよっしゃ。あれ、あれあれ、あれ、あれ魚は？ありました。え？ありました。あいた。ちょっと盛り上がってきたな。よし、今日タイ5枚目。ちょっとこっからちょっと全員釣って10枚目指しましょう。いや今日一だよ。うん。だから俺のいい気分を害したなってさっき文句言ったの。一瞬で抜かされた。一瞬で抜かされた。じゃこれ言いたいだけやけん、いいと。言いたいだけと。なかなか釣れるでしょ。釣れる。釣れる。こんな悪い。今日悪いんだよね。この釣果なんか最近の俺らからしてみたらむしろ良きだよね。でもなんかさ、まだ1回しか当たってないけどさ、なんかもう一撃でしっかりかかる当たりが多くない？なんかついてきてついてきてついてきてとかじゃないよね。ね、ガーンだよね。そう、見よってもそうだもんね。じゃあ何メーター？ 126。 OK。 泣き上げた連れてた。もう今日あれですよ、今回は福岡からこの宮崎に来る道中ずっとアキナですよ。ひたすらこれ150じゃ到底太刀打ちできる。半端なくぶっ飛んでる。やべえな、これは一回回収だな。これな、全然そことない。何ですか、はあ、150。あ、今取れた。でもちょっと8出したいよ。8マウは何狙っとうと。マグロ。え、あ、明日の練習、明日のカンパチに向けて。明日カンパチ来ません。ドコーンと言ってよ、ドコーンと。もうじき練り子がめちゃくちゃ釣れますよ、向こう。練り子はほんとね、バカかっていうぐらい釣れますもんね。去年の12月か、あれ春だったかな、今年の忘れちゃったけど、どっちか。まああの鹿児島の指宿の沖でほんと一頭一匹釣れるの。でももう反応が下から40ぐらい出そうって、分かったっつって、もうそこ取らんっつって、もうその下から40のところから落としてビャッと飛びて、パパンとドンって受けんだけどっつって、こんなマジそこ取らんでいいわいこんなんっつって。なんで今ので外れるん、あんだけ言っておきながら。完全にもてあそばれてない。どうやっとったん、あいつ今玉だけ噛みついとったん。なんかでもね、タンゴのディープタイラバと同じ感じ。大分ではない、タンゴとかお前崎とか。お前崎だな。じれたい、じれたい。いやー、ここ最高だな。マジで。いや、マジでここ最高ですよ。ハンドルしんどかろう。ハンドル。なあ、もう長くするか、シングルにするかした方が。線100ミリ、110か。いや、ハンドルの長ささ。やっぱ長いと全然楽、もう圧倒的に楽。ただ早く負けんけどね。ちょっと最後頑張ろうね。ラストだからね、あと30分。あーあと1枚釣りたい。
120m ってなんかやっぱいいね。たぎるね、面白い、ワクワクする。俺お前東京湾とか行ったらお前 10m とかやらされるぞ、深くて60とか70。俺のボックスが45から250が入っておけね。マジで。いや、もう最後の手段はそこトントンだ。意外とこれでタイ来るんですよ。来た。あー、くそ。来たよ、今。スイッタ様からっすね。うわー、今来た。あれなんだけど、深いところのタイって多分餌さえあれば食うから、そのもう他の外敵がいないから、ほぼやっぱ浅いところって多分光も入るし、なんだやっぱ人間のプレッシャーも多分高いと思うんだけど、深いところはほぼそれを感じてないはずだから、ルアーさえ見つけりゃ食うと思うんだよね。うわー、惜しかったな、惜しいな今の。ただこの釣りも結局釣ったことがある経験がないとなかなかやり通せんじゃん。まあでしょうね。今日2匹目のレンコダイはまかない重宝でしたよ。やっぱこれ船がちゃんと動くとこはこれマジ効きますよ。船が動くとこは。やばい、まああと2分。おい、20分トントン続けて当たり1回。あのさっきバラしたのがやっぱ痛かったな俺。あれまあまあいいタイだったもん多分。いや俺あの瞬間によしこれでアヤノンに勝ったって本気で思ってたけどな。まあでもやっぱこのディープは夢があるよね。じゃあここで何メーターまで光が届いてるんやろうかってずっと思いよってた今。もう瀬戸内とかだと50、水がやっぱり濁っとうけん。で逆に玄海の沖ノ島とか七里で100で明るいって。だから逆にこっちはその黒潮入ったら俺見えんのじゃないかなって思うんだよね。逆にやっぱあの山口とか鳥取行くともめちゃくちゃクリアだから、多分あっちも多分だから、そのこっちの漁師が好む色と太平洋のこっちはやっぱりねもう金とか好きだもんね。でオレンジピンクが好きなのはやっぱ日本海側、やっぱ色が澄んでっからボケる色の方がいいのかなみたいな、そう分かんないけどね。今ラストだよ。どうなんだろう。来た？マジで？本気で？タイ？嘘。え、なんかたぎってんじゃん。俺は今情報交換してたんだよ、ちゃんと今後に向けて。え、それ連呼だったりしないよね。連呼だったりしないよね。え？ちょっと橋本って何やってんの、やべえじゃん。行かない。200ぐらい出てる。やばいね。ちょっともうこれあとあの SD カードが25分しかないから25分以内に上げてよ。いい、大丈夫、頼むよ。あれが上がるまでに俺らも釣ろう。でも糸200出てっからもう俺出したくねえんだよなこれ以上。でも大分のそのブルーホークっていう船長は、はい、糸が200出てからが勝負って。めっちゃウケるもん。やばいな、なんか橋本やるな、こんな土壇場で。まあ、あと何本、はい、50です。50か、じゃああげるかも俺ら。2目やった。いいな、俺釣ったことない。ちょっと羨ましい。え、すごい、これ初めて。2目やった。いや、ちょっと橋本くん、ちょっと橋本くんの集中力の結晶をちょっと見せてもらおうじゃない。すごいね、なんかまあ大ニベと言えないぐらいの大ニベですよね。小ニベぐらい、小ニベですけどね。すごいね、俺初めて、なんかそのお客さんが釣ったの見たことあるけど、身内が釣ったの初めて。本当ですか。かっこいいな。
ごいよ、すごくいい、すごくいいけど中途半端なサイズよね正直ね、若干ちょっとちっちゃいよね。だって5キロぐらいでしょ。いや、これタイだったらでかいと思うでしょ。いや、思うよね。でも引かんと、引かないです、そこまで。あ、そう、首は叩かないです。へえ、俺釣ってみたい。まあ、おめでとう。まあ、これで今日のね、エンディングになります。はい、まあ、港に帰ってちょっとまたね、はい、反省を、はい、でも最後さすがでしたね。ありがとうございます、ね、先生今日もありがとうございました、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと前今日騒がしてるだな。イエーイ、ちょっと畜生すいません、畜生またやられちまったよ前回は俺小学生にコテンパンにやられたんだ天才者ほいでお前今週は女の子にコテンパンにやられてるからなやべえな、3週連続コテンパンにやられる回だなOK OK、 じゃあまたちょっと後で港でねゆっくり、はい、お疲れ様でした。よし、ちょっと船長、あの改めてなんですけど、ちょっと紹介してもらっていいですか、はい、船と船長のことを。ここ何港ですか。宮崎港です、ね、宮崎港の名前が第3志保丸。第3ですね。あのちょっとお隣の隣ら辺の第5もありましたね。はい、は何なんですか。大先輩です。あ、大先輩、はい、大先輩です。なるほどですね。第3志保丸、はい、はい、で今日メインが平場とですね。楽しかったですね、真央くんね。はい、楽しかったです。今日ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、あの今日負けたんで、はい、ちゃんともう、ね、こっそり約束のグッズはもう渡してきましたんで、もう黙って帰ってくださいね。で、ありがとうございました。楽しかったですね。でも今日はあれです、いまいちぐらい。まあこんなもん、夏は。としてはこんなもんかな。仕上がり。昨日まで大助けですもんね。確かに。いや、出れたことがね、奇跡に近いよね。俺出れないと思ってたから。ね。いやでも正直ちょっと嬉しい。俺もうほんと最近宮崎県タイいないって言ってたからちゃんといました。いるね、めっちゃいるね。だって今年のマックスが93。久々にこういういい話をね。でやっぱ春がいいんですよね、5、6がね。まあ、ということなんで真央くん、はい、来年はまあちょっと今年中にできればね、ちょっと秋ぐらい、11月ぐらい、11月ぐらいもいいんじゃない。でも5、6、だいたい半年おきにいいのが来るから、だいたい5、6がいいんだったら10、11もいいはずなんだよ。11、12ぐらいか、いいはずなんだ。そこを狙ってね、一回また来れたら、もう一回宮崎県、宮崎港第3志保丸ね、はい、次回こそちょっとあのやらせやろうな、朝の。あ、今日俺初めてすぎてちょっと朝のやらせやりきらんかったから。あ、うん、はい、まあいいんだけど、はい、ということで今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと大きいの釣っとってな、はい、頼むな、はい、すみません、本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。あ、いいね、よし、ちょっと